オシチューブでを噛んでしまったオシチューブでございますねえー、っとちょっとね、もうちょっとね35周年的な話をもうちょっとしといた方がいいかなと思ってえーまあ、この間35年前から軽く私のサバゲ人生を語ったような気もしますけど えー、ここでやっぱりこう私の活動目的まあ活動目的というか日々何を思っているのかまあ最終的にはゴール地点まあゴールみたいなのはもちろんないんですけどね思うところはあるっちゃあるんで一応それを語っときたいかなと思います。 ま,あまずね、なんで、この YouTube もそうですよね。YouTube、インスタ、Facebook、Twitter も一応やってますよね。まあ、そんなもん、まあまあ、なぜ始めたのかというところではね。まあ、ただただね、こう、自分がやってる楽しい。特にサバゲの動画なんかそうなんですけど、自分がやってて、まあ、動画撮ってない頃でもね、こう、自分が遊んでて、こう、 とんでもなく面白いことが起こると。ただとんでもない面白いこと起こるんですけど、撮影してないんで残んないんですよね。せっかく面白いこと起こったのに。自分の中の思い出だけです。なので、それをまあ動画で撮影できて、まあ最初は自分で見れたらそれだけでよかったんですよね。動画で見れたら後で面白いやろうなというんで、 まあ最初はそれだけで動画撮ってたんですけど YouTube に上げ始めたの最初はモデルガンやったんですよねうモデルガンはこうまた自分でこうちょっと触ってまあエアガンとは違うリアリティがあってでそれ発火さして特にオートマチックなんか,か、うん、作動さしてねっていうかまあまあリボルバーでもそうですけど要はこうどんだけ被覆かみたいなね やってると、こう目線じゃなくて、やっぱり、重厚側から見たいんですよね。で、そのためにまず撮影したんですよね、スマホで。で、これちょっと、いい映画撮れたんじゃないかなと思って、まあ、調子に乗って YouTube に上げたと。まあ、びっくりするほど再生回数はなかったですよね、最初の頃。まあ、やり方そのものが、いろいろ分かってなかったし、不十分やった。まあ、秒数が短いのは、まあまあ、 別ととしていうとこもありま,したよ、ね、まあ、いまだにちゃんとできてるとは、まあまあ、あんま思ってないんですけど。<laughs> まあまあ、そんなんを経て、まあまあ、サバーゲージュ、まあ、モデルガン売ってるとこ撮るのはね、かん簡単やったんですよね。撮影、まあまあ、さのレベルはともかくとして、とりあえず後で自分で見るっていう分には、そんなに難しいもんじゃなかったんで、まあ、飽きてしまいましたっていうとこもありますよね。でサバーゲーはやっぱりね、 まずアクションカメラ1個やと被写体がちっさいでもアクションカメラでないと画角が狭いんであまりちゃんと撮れないでやっぱり広角のねその画角の広いアクションカメラを使いたいんですけどまあ特に倍率が低いんでやっぱガンカメラいるなとでやっぱり人のよそのよそのっていうね他の人の投稿とか見てると 最近はもう自撮りが多いとで。自撮りが多いし、まあ自撮りも使った方がいいんかなって思いながら、そんな自分の画像ばっかし上げてもなって思ったんですけど、そこで思いついたんが、えー、自撮りをもう、まあ、多くの人がね、銃につけてます。でも銃につけちゃうとね、同じ画角しか撮れないんで、あんまり使えないというかね、 どうななんかなって面白みが足らないんじゃないかなってまあまあ僕の価値基準で思ったんで手で持つことにしました、まあ、そのせいでねあの目線カメラに思いっきりこの自撮りカメラが映り込んでちょっと興ざめな部分も本当はあるんでちょっと改良点やなとは思ってるんですけどその代わりねポンと置いた時はこう客観的にもうちょっとこう遠いとこが撮れたりとかねするんで。 置いたた時のために手に手持ってるっててる感じですよね目先の話がしてんなまあ自撮りがやっぱし良かったなって思う点は自分がしてる装備が映るってことですよね迷彩服やったりどんな銃使ってるまあ銃はね目,目線カメラでも結構映るんでいいんですけど、うん、あのまあどういう雰囲気でやってるっていうのも他の人だけじゃなくてやっぱり自分まあ、まあ、あのあくまでも。 自分メインででやってるんん <laughs>、ね、NA さんなんかねあのもうちょっと俺映してくれよみたいなこと言うんですけどいや、うん、ななんかうまいことフォローしに近寄ってきてよって感じもしないでもないですよね <laughs> まあまあまあそのうち中、まあ、井さんはしょっちゅう一緒やってるんでねそのうちよくあのええー、とこが撮れるんじゃないかなと思って自撮,りが自撮りをねこう定点で置くと結構いろいろ面白いこと起こってるんでね。あのー まあこう置いていくんで最初は自分が映る範囲で行動してるんですけど途中でも,もうそんなんどうでもええってなって <laughs> 映らないところでもうさっさと行っちゃうんですよねでほったらかしにした時にあとから誰かそこに来て映るっていうね <laughs> たまにそういうこと起こってるんでまあそれはそれであの定点カメラはやめれないですよねでまあまあ 定点カメラを使うことによって自分が映るっていうことは自分のどういうね、装備でサバげしてるかが映るっていうのは結局はね、ナムセン装備を押したいわけですよ。ナムセン装備は、まあ、うん、どう言ったらいいですかね。まあ、昔流行った装備いう感じですよね。2000年ぐらいまではね、アホカリとか行くとね、アホカリね、一番人数多いけど、この間言ってたのは累計、 その、イベント、一回のイベントね。千人来たって言ってましたもんね。僕の覚えでは700人やったんやけど、700人はゲーム参加人数やったかもしれないです。700人って、まあ、どうかしてるなと思うんですけど、でも普通のサバゲーやとね、700人同時にサバゲーしてもね、多分ね、意味ないと思うんですよね。<laughs> ただただ、あの、交わらないところにいっぱい人がいるだけでね、まあ、 正直言うて、普通のサバゲだったらひ、100人いたら、十分不必要な大人数じゃないですかね。極端なこと言うたら、50人でもひょっとしたら多いんじゃないかな。あのフィールドにもよりますけどね。だって50人いて、片側25人で、敵が25人いて、一人でその25人にあえてできるわけないんで、連携とか何や言うても、 ね、無線機使って連携すると言うても全員となんて無理やし指揮系統もないですからねだからその指揮系統っていうことを考えるとアホカリって人数多くても楽しめるんですよね各分隊に無線機も出して分隊ごとに行動させるっていうねよりちょっと実戦というか当時の、まあ、まあまあまあ現代にもつながるかもしれないですけどそういう実際の戦闘に近い えー、ことサバゲやってる人でねその、いや、軍隊ものは好きじゃないんだと、俺ら兵隊ちゃうっていう人もいるんですけど、で実際、あの、まあ、軍曹せずにね、サバゲで、実用的な服でサバゲするっていう人たちも結構多いです。でまあ、別にそれはそれでも,もちろんいいと思うんですけど、でもね、やっぱりどこかね根底にはね、本物はこうだとか、 まあ本物の流れを組んでる実際の戦闘の流れがゼロではないっていうことも多いんでまあねこうエアーガン弾を打ち出す機械でスポーツするっていう以上はどこかしら軍隊と切り離せない部分っていうのは僕はあると思ってますまあなのでまあそっちに特化してまあスポーツに特化する人もいれば兵隊に の方にね軍隊の方に特化する人たちもいるしはたまた、ね、コスプレとかアニメの世界とかに行ってる人いますそんなでも僕は結局ねナム戦で行きたいわけですまあナム戦まあ要はね仲間増やしたいですよねまあ自分が好きな装備とか銃が好きな人を増やしたい でなぜかってことですよねこう。コレクター目線で見るとね、まあ、エアガンだとね、人気のあるエアガンが発売されるっていうのはあるんで、仲間を増やした方がいいと思います。ただ、この本物のね、こあのコレクター、迷彩服とかね、装備品のコレクター目線で見るとね、不利な部分もあります。なぜかっていうと、やっぱり物が欲しい人が増えると、値段が上がったり、物が枯渇したり、 まあ今作られてるもんんじゃないんでね当然そうなってきますでもねそんなもんは昔のものをやってる以上はもう遅から早からものはなくなります。なのでどっちかっていうとね僕はこのミリタリーまあアメリカ米軍のね特に南無線ものに凝り始めた25年ぐらい前かなはなんかね まあ、自分の知識がなかったっていうのはもちろんあるんですけどそこまでなんかね情報量がなかったんじゃないかな,みたいなやっぱり今のねネットのおかげでそういう情報量っていうのは、うんまあ、何かわからへんもんがあったら簡単に検索できるし昔はねもう本買うしかなかったみたいなね本買うかその専門店もう、ね、京都には残念ながらそういう 質問でできるようななお店はなかったです大阪まで行かないと大阪の数軒の店に行くとこれはどうなんですかとか聞くと結構よく教えてもらったりとかね昔はそうやってまあイベントの時でもそうですけどね自分よりマニアなあのお店とかしてなくても自分よりマニアな人なんてもういくらでもいるんでいろいろ教えてもらいましたまあだからね僕も教えてもらった立場なので。 まあそんなにあの偉そうなもんではないですけど、あのーね、こう見て参考にしてもらえる人がいるならば、こういう、ね、解説動画みたいなのもいいんじゃないかなと思って、やってる次第です。で、なぜ仲間を増やしたいか、そこの最終的なゴール地点、もう推しチューブ的野望ですよね、はアホカリの参加人数を増やしたい。 まあ今でも十分といえば十分なんですけどまあ、特にねベトコンが少ないんですよねベトコンを増やそうと思うとねこれはまた自分のやってる趣味とは多少違うんでやってることとはなかなかつながらへんまあせいぜいあのベトコンおじさんをあのいかに撮影するかみたいなね <laughs> あの人を見てあれをやりたいと思う人がいるとはなかなか考えにくいんですけど <laughs> まあまあ,あのそういうところはあります、まああの 別ルートのライフワークはベトコンおじさんを打ちたいなんで、イベントじゃなくても打ちたいんで、去年のちょもうちょい、そうやな、もうちょいナムの時やったよな。違う。ナムサバか。もうちょっと緩いやつやな、秋ぐらいですって。あの時はもうベトコンおじさんをナム戦、みんなナム戦装備でやってるところで、他にもベトコンとか北ベトナム軍いっぱいいんのに、もういっぱいやっつけたんでね、もうあの時は楽しかったですね。 まあだからそういうのがね、画像に残せるようになったってことですよね、今。まあ今はよりよく残せるようになったかもしれんな,な、当時はガンカメラもついてへんかったしね。まあ、まあそこでまたね、イベントの時にね、ガンカメラとか自撮りカメラをどうやって目立たなくするかっていう、こう、まあ、あた新たなテーマというか悩みがね、出てくるんですけど、まあ何事にもゴールはないってことで。まあ最終目標はもうちょっとこんな無線をら 出してうん、そうやな、ほんまの野望としては、トイガンメーカーを動かしたいってところはね。うん、まあ、別にね、国内メーカーじゃなくてもいいんですけどね、この間、買ったシーマの16、まあ、XM16E4 ですけど、まあ、もちろん、ケチをつける部分はあります。ただ、単純にパッて買って、パッて使う。 雰囲気あるあらへんで言うと十分とも言えます。でもちゃんとしたもの作ってほしいですよね。なんやったらエアガン的にももっと進んだものにしてほしいっていうのもありますよね。ありますよね。なんかリアルな電動ガンとか。ああいうので作ってほしいなって最近は思います。まあ、そういうとこがこ、そうかな、な無線流行ってんじゃなって思わせるような、こう、ね、あの僕の力だけで流行るもんじゃないと思うんで。 一発人気のあるナムセ映画とかやってもうた方がもうねまあお金のかか,かかってる話なんでねあれですけどよっぽどあの影響力あると思うんですけどまあ私は私でできる範囲で何かこう世の,世の中っていうかねこのサバゲ界にこうナムセンは結構面白いもんだよっていうのを伝えられたらいいんじゃないかなっていうのが活動理念でございます。ここんななとこでいいかなよっしゃ では,で,はでは。では